アドビプレミアはアドビが販売している映像編集を目的としたノンリニア編集のソフトウェアシリーズ。1991年クイックタイム登場時に最初の対応ソフトとしてランディ・ユービローズによってアドビプレミアは開発された。以降バージョンを重ね並行して機能を限定した簡易版のアドビプレミア LE が発売されていた。2003年10月 本流の高機能版は Adobe Premiere Pro というシリーズ名に簡易版のシリーズは Adobe Premiere Elements にそれぞれ変更された。2006年に発表された Premiere Pro 2.0からは各種 HDTV ファイルの編集にも対応し始めた。Premiere Elements 3.0からも対応している。また、Premiere Pro は CS3 より アドビクリエイティブスイートに属していた。プレミアエレメンツは属していないものの、同社の画像編集ソフトである、フォトショップエレメンツと、セットになったパッケージが販売されている。なお、アドビプレミア6.5をもって、Mac 版の開発が終了していたが、2007年7月リリースの、アドビプレミアプロ CS3 より、インテル Mac 版の開発、販売が開始されている。また、 2010年1月リリースのプレミアエレメンツ9からインテルマック版の開発、販売が開始されている。簡易版である Adobe Premiere Elements はイ m o v i e やビデオステュディオ、Edius Neo などと競合する。ありがとうございます。